OK です。 OK、 ついにじゃあ淳之介君が出てくれるということで、はい、一応今週、うん、米坂淳之介ウィークにしようと思ってて、暑い、ホッツ月曜日出して金曜日ちょっと一緒に滑ってるやつ、ホッツホッツ暑い、チェック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 、ちょっとセットアップを紹介してください、はい、まず、うん、デッキを教えてください。デッキはね、スケートマフィアのチームデッキだね。 7.6 7.6、 うん、7.625 が俺のベストサイズなんだけど、はいはいはい、まあ、このご時世なかなかね、もう8インチ以上が当たり前だし、で、まあ唯一チームデッキ日本で出てるので 7.6、 はいはい、そうで、これを乗らせていただいてますね。なるほど、うん、ちょっとなんかあのでかいサイズの波が来たじゃないですか、うん、はいはいはい、はい、来たよね。その時淳之介くんとかって8とか試したりしたんですか。うん、あのね、一回ちょうど俺がクリーシェの時、はいはいはい、はい、うん、フランスに行った時にちょうどあの時にみんなやっぱ太くなりだしてて、で8インチ乗った。おお、うん、その時はなんだろう、元気だったからか分かんないけど元気だった、今も元気だけどさ、あの、まあ、その時はみんなね8インチとか乗り出して、クリーシェもそのサイズが出だしてたから、はい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 、結構乗ってたんだけど、やっぱすぐ 7.75 に戻した。ああ、うん、そうですよね、うん、結構ちっちゃい板にすぐ戻したイメージがありましたね。そう、あの本当に行ってみたらフランスに行った時だけぐらいかな、8インチ乗ってたのは。わかりますよ、うん、周りのあれと影響で、そう、影響で、もうすごい影響受けるじゃんやっぱ、まあ後でもその話出てくると思うんだけど、あの出そうと思うんだけど、もうめちゃくちゃやっぱフランスの時はコータも俺もそうだと思う、コータもそうだと思うんだけど、影響受けるよね。影響受けますね、めちゃくちゃ。でなんかやっぱちょっと日本とスポットが違うじゃないですか、うん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 、あ、ちょっとでかい方がいいのかなみたいな、錯覚が出ましたよね。間違いない、間違いない確かにそうだ、それわかります、うん、でかい方がベターな気がする。そうですね、うん、それでまあ今は 7.6 で、このもうこの板しか乗ってない俺は。もうずっとですよね、ずっとサイズももうずっと変わってないですね。そうで、いや、もうそろそろあのディストリビューターのそのソニックディストリビューションの方でも、はい、だんだんそこが見えてきて、あと何十枚っていうところなんだよ。はい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 、そうしたら俺あと次どうなるのかってところなんだけど。ああ、なるほど。ただそこで俺がね、あの一応スケートマフィアの、はい、まあビーターナー、はい、うん、ブラントンターナーと、あとサルメントにも、ハビア・サルメントにも直接、はいはいはい、あの DM 送って、はいはい、7.625 作ってくれって言ったの、はいはい、そしたら一応なんかビーターナーの方はそこからデッキか、デッキのサイズかとか言って、そうだデッキのサイズだと7.625 って言ったらデッキのサイズしかないじゃん、はいはい、でまあそうなんだよ、デッキのサイズなんだよと、だからそれ作ってくれって頼んであんだけど、まあ反映はされてないよねでサルメントの方には、はい、ハビアの方にはあの 7.625 売ってるぞと、え、うん、いうレスポンスが来て、はい、いやそれね、あのハビア、それヨーロッパでしか売ってないんだよと日本ではそれこっちまで流通してないから、じゃあこっちまで流通するように頼むっていうふうにお願いしてんだけど、まあ反映されてないといや本当に海外の人は適当ですからね、うん、あのフィルミングするその日の当日のなんだろう、時間通りまず来ないかったりね。そうですね、で来ないなと思ったらそのまま来ないままだったりとかねそういうのあるからね間違いなくある、うん、まあそう、板は 7.6 で落ち着いてて、まあこれが終わるまではとりあえず 7.6 乗り続けて、そしたらまあ8とか、そうですね、うん、マフィアも8とかしかなくなってると思うから、そういう方になるのかな、はいはいはい、うん、え、もしかしたらあれですよね、また半年後これ撮らせてもらったら8インチ乗ってるかもしれない。乗ってる可能性あるよ、またちょっとサイズが変わってる、うん、8.5 なんてまずないと思うけど8インチはあるかもしれない、うん、鬼太になっちゃって、もうハンドプラントしかやんねえやみたいになっちゃって、ぜひじゃあちょっとあのもしサイズが変わったらまたやらせて、そうだね、撮らせてもらって、でごめんね勝手に進行しちゃって、デキテープいつもね、これちょっとね、いつも本当はドブのデキテープ使ってるんだけど、今日ちょっと急遽、はいはい、普通のデキテープ使っちゃってます。なるほど、うん、結構淳之介君その貼り方してますよね、昔から。これね、あのまずなんでこういう風に貼ってるかっていうと、みんななんかこういう貼り方してる人結構多い、いるんだけど、はい、俺はもう本当あのシティスターズぐらいからこの貼り方で、はい、ですよね、うん、でなんでかっていうと LA によく行ってる時にこうなったんだけど、はいはい、まず
こっちの面は切んなくて済むよね、楽だよね。あとはこれちょっとここに開けることによって板がちょっと細く見える。ああ、うん、なるほど。その効果、まあそれ気持ち的な問題なんだけど、はいはいはい、あとはあのどっちが前かどっちが後ろか分かりやすい、まあこの3点でこういうふうにここに行き着いた感じかな。はいはいはい、うん、なるほど。そうでもあのフロント側じゃなんだよね、つま先側じゃなの。あそうな、かかと側がいいのなんか知んないけど、でもなんとなく分かるんですね。なんかね、つま先側にしたくないこれ、はいはいはい、うん、これは本当気持ちの問題なんだけど、個人差あると思う。なるほど。じゃあトラックを教えてください。トラックは、まあ、サンダーですね。はい、ヒカ君からいただいてます、はい、ありがたく。サンダーのチタン。サンダーチタン、一番軽いですね。うん、145。はいはいはい、うん、俺 7.6 だから、やっぱそれ以上のつけちゃうとウィールが飛び出ちゃうから。なるほど、うん、145で、すごいこの違いね、このね、なんかね、こっち使い込んでこっち使い込んでないみたいな、これ何なんだみたいな。これはあれですか、途中から片方だけ変えたんですか。そういうこと。なるほど。あのここでもね、またねいい、ちょっと全然大丈夫、長くなっちゃうかな話。全然大丈夫です。長くなっちゃうかなとかカットしてね、全然全然全然。あのここでもさ、あのコータもさ、あのフランス行った、クリーシーでフランス行った時に、はい、周りのやつに一緒に滑ってるやつのトラックとかセッティングとか見るじゃん、はいはい、そこでさ、あのこう感じなかった、こいつら使い込んでるなって。分かりますね、めちゃくちゃ使い込んでんじゃん。行ってみたらこれなんかもうちょっとでも外せないじゃん、これ。そう、もうナットほぼ潰れちゃったからね。こんなの当たり前にいるじゃないですか、普通に。そうなんですよ ね、それに影響を受けてやっぱ使い込んだ方が、まあ俺基本的にサラのトラックより使い込んでもうガリガリえぐれてる方が見た目もかっこよくて好きなの。男の子心をくすぐるというかね。わかります、うん、だからもうシャフト見えるまで乗っちゃう、これは。うん、シャフト見えたらやっぱシャフト見えちゃうと、シャフト当たるとグラインダーしてるとか変な音、キーって高い音があったりしてやっぱ滑りも悪くなるから、シャフト見えちゃうと泣く泣く変える感じ、はいはいはい、それまではもう乗り続ける。なるほど、うん、だからこっちは今こっちが新しいのはめちゃくちゃ新しいと思うんだけど、そうですね、これはもうこっちがシャフト見えちゃったから。なるほど。そう、もうじゃああれですね、壊れたパーツで変えていく感じ、ね、そう、極端に言ったらハンガーだけ変えちゃう時もあるかもしれない。はいはいはい、はい、うん、それぐらい使い込む、これは。なるほど、うん、で、ブッシュが純正じゃないんですよ。純正じゃないけど、これサンダーのやつですね。そう、サンダーの赤、ちょっと硬いやつですか。そう、硬いやつ。純正より結構硬いですよね。そうなんだよね、これもまたさどうぞどうぞ。 JB がさ結構、まああの体で結構体でかいから、 JB って何気にだから彼自身が自分で乗ると結構曲がるんだけど、まあでも硬い方だと思うんだよね、 JB って。硬いっす、うん、あの影響を受けてるね、めちゃくちゃ。なるほど。サンダーの影響はちなみに、G の I の内が101だった時、はい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 、うん、サンダー使ってて、ベンチャーからもうそれだけでサンダーに変えて、ね、憧れで大事ですね、そういうの。もうやっぱその人のね、同じセッティングだときもう気分上がっちゃうじゃない。上がりますね。そういうのあるじゃない、まさに。やっぱそれでサンダーに変えた理由はそこなんだけどね。その前はベンチャー乗ってて。そうそう、トラックはそうだね。だから重い方が、ほらコータとか重い方がある程度手応えがあっていいって話したじゃん、はい、俺はね軽い方がいい。ただ結構風ある時とかは風に煽られやすい、軽いと。やっぱそんなに影響するんですね。する。だから重い方がいいなっていう言った意味がそこで分かって、はい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 、あ、重いのも悪くないなと思ってる俺もいる、はい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 、ただやっぱ軽さに慣れちゃってるから、うん、これで今もうベストな。なるほど、うん、チタン、タイタン、完璧だね、うん、いいっすね。じゃあウィールを。ウィールはね、これはスピットファイヤーの F4、はい、の 52mm。 52mm なんですね、うん、で硬い方だね。はいはいはい、ありますね、うん、ブルーの方か。101と99の90、あ、ごめん嘘ついてた、柔らかい方が99の方か。99です、うん、ごめんごめん。99いいっすよね。うん、99いい。僕も99が好きで、うん、硬すぎるとやっぱチュルチュルな路面に対応できなくて。そうなんですよね、悔しいんだよね。ちょっとグリップあった方がやっぱ、そう、
いいですよね、うん、で99ぐらい硬ければもう十分な硬さじゃないかなと思ってて、そうですね、うん、昔ってもっといろんな硬さあったと思うんだけど、はいはいはい、もうちょっと柔らかめ使ってたりしてたと思うんだけど、今はやっぱ99ぐらいがあの振動とかもちょうどよくない？はい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 、足の伝わり具合とか、うん、もうこれに定着しちゃってるね。そうですね、逆ありがとう。一回もう使ったら離れられないですよ、うん、間違いない。あとはスピットファイヤーは何で俺使ってるかというと、俺の中ではパンクしたことないのよこのビル。あーでもこれパンクしないですよね。あのね、どのスピットファイヤーもそうなんだけど、俺の中であの今まで使ってた F4 の前も使わせてもらってた、はい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 、でスピットファイヤー、なんでスピットファイヤーにしたかっていうと、これノーズブランドとかテールブランドよくやるんだけど、はいはい、パンクしないんだよね。リップスライドとかもよくやるんだけど、やっぱそこが決め手かな。もう完璧なクオリティ、ね、うん、もうこのテクノロジーは完璧ですよ。これいいと思います。うん、おすすめです。したらあとはベアリングですかね、うん、ベアリングがね、俺あの今もうベアリングスポンサーがなくて。あ、そうなんですね。そうで、ボーンズとか使いたいんだけど、はい、まあ今使ってるのはこれシルバーフォックスの、はいはいはい、あの自社製作のベアリング。あ、そうなんですか。そうシルバーフォックスってトラックとかいろいろ作ってるんだけど、ベアリングも作ってて、はいはいはい、で、あの年々クオリティも上がってて、へー、うん、普通に使えます。あ、そうなんですね、うん、ちょっとこの黒い感じの、はいはい、うん、あの見えるかな。そう、あ、中真っ黒でかっこいいですね。そう黒くてね、かっこいいんで、ちょっとまあ今こういう感じね、これとか見えやすいかな、はいはい、AVEX 7ね。おで、やっぱこの柄は内に側に入れると、俺なんかシンプルな方が好きだから、はいはいはい、言ってみたらノーグラフィックとかも大好きだし、はいはい、もう何もウィール、ただもう真っ白のウィール、サラのノーグラフィックのデッキとか、そういうのが一番好きで、まあ、そういう手柄はちょっと内側に入れちゃってるね。後部にビスとかこだわりないですか。ビスはね、そうなんだよ、これもねシルバーフォックスプラスなんですね。そうプラスドライバー1個だけ、ちょっとビスもね、あの常に車にさ、はいはい、常備、はいはい、あって、はい、でそうなくなったり折れたりするとまたすぐつけるって感じで、でたまたま、まあ、インディペンデントの1個、うん、ただこれがあるとよりまあここだ以外でも後ろ前が分かりやすいって、まあそんななんでやそれって話だけどなんでやそれいや意外でちょっと面白かったです、うん、そういうちょっとまあそんなにこだわってないんで、だからそうですよね、うん、言ってみたら見た目とかに、はいはいはい、うん、いいと思います。そしたら、うん、ちょっとやっぱ靴を、あ、靴ですね、こちらですね、はい、こちらやっぱ3本ライン履かせていただいてます。ブゼニッツさんですね。はい、ブゼニッツ、これやっぱルックスも履き心地も完璧、いい、ね、うん、まあ俺なんかはルックス良ければ履き心地悪くても履いちゃう派なんだけど、はいはいはい、まあアディダスなんか全部履き心地良くて、俺からしてみたら、はいはい、結構あのなんだろうな、マチコートとかダメな人とか多いって聞くけど、はいはいはい、俺なんか全然マチコートとかも履けちゃって、はいはいはい、うん、ゴムのね、ここはね、はいはい、ゴムになってる。そう、基本的にアディダス全部履きやすくて、ただその中でやっぱもうこれドストライクでもう断トツで好きみたいな、うんうん、多分ねこれ3本線がねこれ切れないように最初からさもう施したりしてんのよ。もうこれ切れちゃうと結構落ちんのよ俺、これ切れると落ちんのよ意外とね。だから映像なんかでさ、今さこれね寄って撮ってくれたからさ、はいはいはい、出てるけど、だいたいそんなビデオ撮りで映るのは、そうですね、細かくは映んない、そう映んないけど、ただ切れてるとわかるじゃん、はいはいはい、で切れてると落ちるから、はい、ただこれはもう3本ライン切れても入ってるかもそうなんですね、しつけぐらいに入ってるかも。いやでもこれ結構みんな意外なんじゃないですか。で純之介くんこれシューズとか塗るんすねみたいな、ここも塗ってあるし実はここも塗ってある、そうそうそう、あのねこれね、あのグルーグルーガンで、あの溶かして、そうグルーで溶かしてロレンスに教えてもらってね、これねそうこんな感じですよ。でまたさ、俺さ赤白黒っていうこの3色大好きなのよ。はい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 、このスポーティーな、はいはいはい、またストリート感もあるこの色ね、はいはい、うん、
ランディ MC とかもそういう色だったりするよね。確かに、うん、もうこの色はドストライクですよ、俺も。かっこいいですよ、ね。まあ、うん、自分の、あの、純之助とチャンネルのイメージも結構赤と黒と白で、あの、表現してたりする、うん、字とかは。確かに言われてみればそのイメージがついてるかもしれないですね。そうなんです。なるほど。いや、結構いいお話になったんじゃないですか。いかがでしたいかがでしたでしょうか。結構、純之助くんのセットアップってあんま、僕自身あんま見たことがなくて。そうだよね。うん、そんなに出たことないかも。で、ここまで本当にしっかり説明したのは本当初めてで。ああ、もうこれを撮れたのは僕はもう幸せです。もう全裸になった気分です。まあ、こうだとは特にほら共通なそういう話があるからまたこう、ね。そうですね。だ、靴なんかもごめん、あの、これもフランス行って考え方変わったのよ。はいはい。はいはい、あの、みんなさ、ジャストサイズで履いてるのよ、靴。履いてますね。でしょ？はい。で、俺一個ちょっとで、ワンサイズっていうか、ハーフサイズ？はい。まあ、セブンだったらセブンハーフとかで、履いたりしてた時があったんだけど、はいはい。もうそっからジャストですよね。そうなんですね。そう、だから、セブンで履いてる今。えぇー。あ、ごめん。エイト、エイト、エイト。ごめん、ちょっと言い出す。エイトで履いてる。ちょっとじゃあ、うん、カットで、ここ、うんうん、だからもうね、ジャストサイズでね、8で、うん、8で行ってます。今まで8ハーフ履いてたんだけど、はいはいはい、もう8だっけ。確かにジャスト、すっげえジャストで履いてますよね、うん、一番やっぱコントロール効くし。すっげえ共通の話ですけど、うん、僕もフランス行った時に、うん、JB に、うん、お前靴でかくねえかって言われて。あ、コーダでかかったもんね。俺結構ハーフサイズ以上じゃないけど、ハーフサイズぐらいでかいの履いてるんですよ。昔から、あの、昔からさ、あのDC のごつい時から結構大きい。そうです。あの、僕がちっちゃい頃、うん、その成長期ぐらいの時からも、うん、あの、足の用のサイズとかなかったんで、でっかいサイズをそのまま履いてたんですよ、大人の。なるほどね。で、したらもう大人になってもちょっとでかい方がやりやすいなみたいなのがあって。あとはルックスもでかい方がかっこいいしね。そうなんですよ、うん、で、でかいの履いてたら、うん、もう足これ緩すぎだろみたいなこと言われて JB 言ってた。で、ジャストにしたんですけど、うん、もでもコータはどっちかというと紐とか緩い方じゃない。そうなんですよね。ゆるゆるゆるで、ね、しかもあんまりジャストだと僕すげえ巻き爪になっちゃうっていうデメリットが。はい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 、はい、痛いんだよな。そうなんですよ。俺も巻き爪だからわかるわ。ステアとかで詰まった時とかな、痛い。ハーフサイズ上げて履いてますね、うん、なるほどね。いやー、話してたね。純之助君のチャンネルも今結構好評じゃないですか。いやー、もう、あの、おかげさまで皆さんね、あの、結構ハウトゥーが中心になってて、まだハウトゥー以外のコンテンツっていうのは一つしか上げてないんだけど、あの、オーリーの再生回数も順調に伸びてたりして、登録者数も、あの、日に日にちょっとずつですか、あの、おかげさまで伸びてます。ですので、あの、ぜひね、これ見た方、あの、ここでね、ちょっとどさくさに紛れて番宣みたいになっちゃってるけど、純之助チャンネル登録よろしくお願いいたします。概要欄に貼っておくんで、よろしく、ぜひ。そしてね、また動画が参考になった際にはいいねもよろしくお願いします。お願いします。コウタ、ありがとうね、今日は。いえいえ、こちらこそ最高です。もう幸せです、僕は。いや、もうこちらこそです。ちょっとじゃあ今後も引き続きよろしくです。いろいろやりましょう。やりましょう。よろしくお願いします。ありがとう。おい、お願いします。お楽しみに。人相が悪いって。それで職質受けるから。